はい、こんにちは、七尾です。今回ですね、私がずっと欲しかった焚き火台です。ソロでね、ソロキャンプで使うのにずっとメインで使う焚き火台を探していまして、それでね、いろんなサイトでね、いろんな YouTube のチャンネルも見て回りました。それの中でこれがやっぱり一番いいなというのを見つけまして、それがこのユニフレームのファイヤーグリルソロです。今まで使った焚き火台はね、その山登りとか登山で使ったり、バックパッキングで使うストーブとかが多かったんですよ。平地キャンプで使ってたグリルとか焚き火台は、子供がねまだ小さかった時に使ってたやつで、まあ結構年数も経っててちょっと大きいんですよね、ソロで使うには。ですのでいろいろ探して、でこれを使うことに決めて、これを注文しました。そして、昨日ついに到着しました。それでは開封していきます。というかもう過去1回開封してますけども、まあ、こういう袋に、これはもう持ち運び用の袋、ケースバージョンの袋ですね。ちょっとこれがね、もうすぐホック潰れそうですけども。入ってるセットの、この箱に入ってたセットのペンスは、このまあ、袋ですね、持ち運び用の袋。そしてこれが、上に置く五徳代わりの金網ですね。で、足。で、これが本体ですね。本体と、これは土台の巻き置きというか、炭置きというか。実際この焚き火台のセットはまあこの4点ということですね。それではね、組み立てていきます。でこれはこうやってこの足がこう展開できたらですね、ちょっとね怖いですね、ここ。まあちゃんと面取りはしてありますけども、手袋してからの方がいいかもしれないですね。そしてこれですね、ここに置いて、でこれ受けを置いて、でね、このここの角度がね、きっちりこれにあった作りしてるんですね。なもぴったりはまります。焚き火台としてはこれで完成ですね。で、一応ね、説明書きには網はこうやって置いて使うという感じですね。高さもこれだけあって、まあ炭火の料理をするときとかはこれでちょうどいい感じで高さも保てますので、これでいい感じになってると思います。各サイズの寸法なんですが、組み立てた状態でね、この巻き受けのこの一番上の高さまでが16センチですね。で、足の一番高いところ、この網受けになるところですね、この高さまでがだいたい18センチぐらいです。
この、これで、だいたい20センチちょいですね。20.4 ぐらいですね。20.4 ミリぐらいです。でね、深さ5センチぐらいかもしれないですね。対角にして一番スペースを取る場所で28センチになります。内側の寸法が大体15センチですね。でね、付帯してる網はね、さっきのこの巻き受けのサイズと、まあ、ほぼ一回り大きいだけど、ほぼ一緒なんで。それでは、今回はね、この私が手に入れた、新しく手に入れたユニフレームのファイヤーグリルソロの焚き火台のご紹介でした。次回はね、これを使って早速山にちょっとこれを持って行って焚き火と焚き火料理をやりたいと思いますので、またよろしければ次回の動画も見てください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。